放置アイドル。とある場所にメンバー一人を放置、そしてもう一人を別の場所に拘束。送られてきた写真をもとにたった一人で捜索し、制限時間内に救出する企画。もし失敗すれば仲間が罰を受ける。放置されたのは小倉。果たしてその場所とは。どこだろう今回。てかまたやるんだ。生き物いる。何かアシカ？え、すごい。おー。何これ。え、水族館ってこと？小倉が放置されたのは蒲郡市にある竹島水族館。およそ500種類もの生き物を展示しており、深海生物の数は全国トップクラス。今回拘束されているメンバーは。何これ、どういうこと。ヒントって何これ。いつもちゃんと見えてるのに私の時だけなんか隠されてるんだけど。画像には隠しヒントが。そのヒントを明らかにするにはあるお題をクリアする必要が。それは後ほど。縛られてる。今回の暇つぶしアイテム、あー、あります。用意してます。嬉しい、はい、どうぞ。オカリナ、これが暇つぶしアイテム。なるほど。果たして仲間を救出することはできるのか。待って、カニがいる。美味しそう。見て、カニがいますよ。美味しそう。触り方、え、触れるんだ。ちょっとやってみるか。うー、やだよ。おお、触った触った触った。硬かった。硬いです。美味しそう。わー、すごーい、でかい。美味しそう。食べたい。お腹すいた。うわ、美味しそう。もうずっと入れるわ、マジで。ちょっと楽しんだんで、もう一回出てみようかなと思います。なんか歩いてたらね、ありそうだし。あー、楽しかった、水族館。え、待って、美味しそうなんだけど。パンがある。何これ。三島パンの渦巻きパン、初めて見た。美味しそう。ラスクとかもあるし。今あの人探しをしていて、ここの海の名前とか分かりませんかね。竹島海岸。竹島海岸、あー、なるほど。竹島って島があって、うん、橋がね、400メートルぐらいあるんですよ。はい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 。そこにあります、うん、ありがとうございます、うん、嬉しい、やっと聞けた。まっすぐ行ったらあるって言ってましたよ。なんか結構近くにあるって。だから歩いて行ける距離っぽいから頑張ります。教えてもらったのは竹島水族館からほど近い離島竹島。果たしてそこに麦茶はいるのか。違うな、なんか違うぞと。麦茶がオカリナで苦戦している頃、小倉は竹島に到着。本当にいるのかな。心配になってきました。え、いてくれたらいいな。まあ、とりあえず散策してみます。麦、麦いないの。あれ、誰もいないんだけど。いや、もうどう考えてもいないんで悲しいな。いや、でもこんな近くにね、いると思わないですよ、正直。だろうなと思った。こんな近くにいるわけないもんだって。ああ、戻ろう。結局竹島では麦茶は見つからず。
老けてるんじゃないこれ。